重要なことだけ、宣伝させてください。っていうか告知です。実を言うと自分普段オリジナル曲とか作って YouTube に上げたりニコ動上げたりっていうことをやってるんですよ。で最近ライブにこうやって出るようになって学外ライブにも出るようになってで、直近だと、12月12日と17日に、ユニオンフィールドっていうすすきの近くの会場ライブハウスでやるのでもしもこのステージいいなって思ってくださった方がいればぜひとも後で僕にぜひとも来ていただけると嬉しいです。まあ、僕に声かけて SNS アカウント聞くなりなんかしてくれると嬉しいなと思います。さあちなみに1曲目が僕のオリジナル曲でマイナーガールっていう曲なんですけどもインスト曲あれ良かったですか。大学生になって初めて作ったんですけどもめっちゃ良かったですか。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。で最後の曲も最後というか次より最後の曲なんですけどもチューニング側はねこれでいいや。最後の曲なんですけども自分のオリジナル曲で新曲やろうかなと思ってます。自分普段初音ミク使って曲作ってるんで今回コーラスでやってるんですけどももしかするとコーラスにつられちゃうかもなと思うのでそこはお目に見てください。すみません、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん盛り上がれる準備はいいかい。OK、じゃあ行きましょう。佐藤くん、夜のエンターテイナー。
ありがとう。